はい、どうもパネモス協会でございます。というわけで今回は五木守の方のエンディングの方を見ていきたいと思います。これがラストでございます。一つの終わりです。終了条件、母体を倒すでございます。シナリオでは、このシナリオでは五木守と貴船空港の操作を切り替えることができます。両者の切り替えはリストメニューで行ってくださいと。貴船空港の観音紙を使いましょう。視界ジャック中に R3 ボタンを押すことで発動させることができます。はい、観音紙が成功すると母体の動きを一時的に麻痺させることができます。その時が、攻撃のチャンスです。五木守を使って攻撃しましょうということですね。ここは一体。それでは1個に切り替えましょう。機械ジャックが大事ですね、まずね。まずはこれですね。これが守ちゃんの機械ですね。撃ってますね、じゃんじゃん撃ってますね。いつき君が勝手に撃ってくれましたね。さあ、ドキ吐くの見つけたって言ってますね。シュウ、シュウどこ、ここにいるの。君は、はい、シュウ近くにいるのね。交代しましょう。やばいやばい、ナタで、はい、行きましょう。でですね、ここで視界ジャックするとですね、今見ましたが一瞬青いのこれですね、これシュウちゃんの視界です。はい、ぼっちでお姉ちゃん痛いよ言ってますね。さあ、このこいつ、ちょこいつはやっちゃいましょう。はい、ダメですね、変えましょうか。ちょっといつきに変えっか。いや、いつきじゃなくていいか。守りましょう、この人たちをね。ちょっとやめて。とりあえずですね、まあ、とりあえずこの雑魚どもをね、やっちゃいましょう。ちょっとかなえちゃんかとした、かなえちゃんかした。はい、危ない。はい、シュウの声が聞こえる。はい、出てくかな。もう出てくるね。邪魔だなこいつら、ほんと邪魔だわ。じゃあ止めたいんですけど、ちょっと邪魔するんですよこの人が。止まりましたね、はい、ああダメでしたね、間に合いませんでした。はい、はい、やってくれ。シュウの声聞こえるか。ほんとね、雑魚が雑魚を産み続ける、邪魔だ。はい、よいしょ、はい、持ちね、はい、
さあ、止めていきましょう。OK。見つけてくれました。よかった。カンナギ。はい。これで戦うんだと。さて、こっからが本番でございます。まあ、とりあえずこういう雑魚いのをね、始末しましょう。さっさと。あ、ちょはいはい、まあ、とりあえずね、この雑魚どもね、化け物め。ちなみに先ほどのはですね、何が起こったかと言いますと、貴船、清田明子が、もうかなえちゃん化しております。で、取り込まれた、シュウ君、母体に取り込まれたシュウ君がですね、カナエちゃんとシュウ君、カナエちゃんで、カナエちゃんと母体はもともと一つのものです。はい、どういうことかと言いますと、ユリ、はい、カナエちゃんはこの母体から生み出されたハトと呼ばれる死者ですね。ま、あの母体のもとに、門を開けさせて、人間に門を開けさせて、その開けたものなりと、融合して、現世を取り戻すというね、使命を、あの鳩として飛ばされていってた女の子たちです。はい。でですね、観音師で過去師をしていた、アキコちゃんは次第にやったあのカナエちゃんの意識に取られ、乗っ取られまして、カナエちゃんと、もうカナエちゃん本人になってましたと。でそれシュウちゃんは、カナエちゃんとこの母体はもともと同一のものなので、自分を攻撃することによって母体にダメージが与えられるということを、はい、教えたんですかね。それを気づかせたということですね。まあそれでは行きましょう、倒しましょう。まあ詳しくは下に書いておきます。さあ出たら行く。あ、まあ、走った。あ、ダメでしたね。このね、五木守のところに出たときにポチョンとやりましょう。さあ、守ちゃんのところにもう一回行ってくれかな。これやったらしゃあね、こういうふうに止まるんですけどね。今止まってますけどね。はい、このタイミングで五木守の前に出たときにやっちゃうといいと思います。俺を狙わないでよ。危ない危ない危ない。君じゃないわ。さあ、いつき魔物のとこ行ってくれっかな。そこですね、魔物ちゃんのとこに行ってくれるのか。トントントンと下降りてますけども、あ、生み出しちゃってるな。厄介な、生み出してますね。はい、こういうのはさっさとやっとかないと、まだ邪魔されちゃいます。落とされた。もううぜえわ、ほんとうざいわ。わかりましたよ、もう。じゃあそっち行こう。俺がそっち、あ、だそっち行きますわ。君んとこ行きますから、もうやって。俺そこ上がるから。ちなみにこれね、ほっとくとね、いつきくんはね上がるし、あのいく子はあの登り降りていきます。あの自動操作にしちゃうと上がれへんな。さあ、いつきくんとこ来てください、早く。ダメだ、これ下に置いとかないとダメだな。よいしょ、はい、ここでいえば、はい、ここでいいや。はいはい、マムルちゃんとこ行って。もう俺んとこでもいいけど、マムルのとこ行って。よし、いいね、団員 OK です。はい、これで殴ります。1、2、はい、もう一発、よいしょ。そうするとですね、入れ替えておきましょう、交代しておきましょう。次の瞬間多分、ね、押していきます。はい、これでカンナギを使います。よっしゃい、これで2つ目のカンナギ入りましたね、カナエちゃんと。よし、やったぜ。さあ、やることはもう一個届きませんね。
はい、まあ一緒のこともう一回します。はい、邪魔だなお前、ほんと雑魚どもめが。さあ、守ちゃんとこもう一回行ってくれ。あ、来たかな、気づいたかな。ダメですね、ダメですね、ダメですね。ザコ殺そう、邪魔される前に。ああ、早い、アクションでかすぎてね、ダメなんですよね。こうちょっと本当せえわ、止めたいよ、止めたいけどね、ちょ邪魔だわ本当。ちょこいつやっとかないと。ちょっとお前待てて、まあいっかじゃあ。はい、オッケー、ああ外しちゃった。やってくれ、自分でやってくれよ。オッケーオッケー、よし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 。さあもう一回来い、もう一回来い。はい、オッケーです。はい、さあこれで殴るとまた先ほどみたいに下に落ちてきますんで、掘りましょう。多分こけるかな、大丈夫ですね。どこだ、早く早く早く、守る急げって、早く置いてくから。あ、パチパチしてる、パチパチ。さあこれでカンナギを使っておしまいです。よっしゃ、始末した。終了上限出せ、エピソードクリアです。三上修とカナエの写真がアーカイブに使わされました。さあ24時が過ぎました。はい、というわけで五木守バージョンのエンディングとなります。まあエンディングはねパッとちょっと飛ばっちゃいますけども、この後アーカイブの方の確認をしていきたいと思います。最後の
イコちゃんのあの表情とあの音楽、この音楽に入るまでの感じ、何があったんでしょうか。良くないような終わりのような雰囲気も醸しております。あと永井よりとの方と、安倍さんの方のエンディングの方もありますので、次回で見ていきたいと思います。というわけでパテボス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。その後アーカイブ見てみましょう。寄付船育子宛ての手紙がアーカイブに追加されました。それではアーカイブの方見てみましょう。3つですね。まず1つ、カンナギ、はい、これですね。大きい天、天の魚死にすべての骨散り、小さい魚頭生まれた。未知の言語らしい文章 の、の解読過分とされるもの、その他一切の記録なし、心眼不明だそうです。おそらくこれはあれなんじゃないですかね、あの母体の一部なのかもしれませんね。どうなんでしょうね、これね、カンナギっていうのは。うん、はい、詳しくはちょっと下に書いておきます。はい、というわけで次行きましょう。三上修とカナエの写真ですね。はい、一緒に撮ってる写真ですね。再会、大好きなお姉ちゃん、ずっとお姉ちゃんがお家にいますように、三上修4歳と書いてます。はい、で貴船一子宛ての手紙。はい、貴船一子ね、写真が半分ありますね。一子さんへ、高校ご卒業、ご卒業おめでとうございます。ずっと母親らしいことを何一つできず本当にごめんなさい。あなたを産んですぐ上京し、自分の生活だけで手一杯だったのです。リュウコを引き取るのが限界でした。でもこれは言い訳ですね、ごめんなさい。荷物を整理していて気がついたんですが、二人で写っている子供の頃の写真が破られていました。あの子なりのあなたのことを、あの子なりにあなたのことを気にしていたのでしょう。残った半分を同封いたします。龍子の行方は未だわからないのですが、もし一子さんのところに来たら必ず教えてください。二人っきりの、それとそれも双子の姉妹のあなたたちを別々に育ててしまったことを本当に後悔しています。それではお元気で、母より、ということでね。はい、一子ちゃんと田川龍子ちゃんは双子だったんです、実はですね。これあのどこだったかな、龍子のやつで多分半分写真があったと思うんですよ。龍子の日記みたいなですね、家計簿みたいなやつはなんかわかりませんけども。でですね、このお母さん、ブライトウィンゴの回を読んでもらったらわかると思うんですけども、お母さんはいちこちゃんの同級生ののりこちゃんなんですよ。はい、のりこちゃんなんです。はい、のりこちゃんが中学生妊娠しちゃったんですね、実はね、中島くんとの子供をですね。はい、でその時にその乗ってたブライトウィンゴーが、ハト、いわゆるゆりちゃんとか、ですね、ゆりちゃんとかかなえちゃんみたいなんですね、ハトと呼ばれる。その一番初めに作られたハトっていうのが、かなえちゃんです。その次がゆりちゃんなんかな。でその次に2体作られてるんです。それがブライトウィンゴーを襲った鳩なんですけど、その鳩により、妊娠していたイクコちゃんのお腹の双子の女の子に、鳩の印象を植え付けられたんですよね。で、覚醒鳩っていうのと、未覚醒鳩っていうのがあるのかな。で、覚醒鳩っていうのはいきなり鳩としての任務を持っているもの。それがカナエちゃんであり、ユリちゃん。そしてブライトウィンゴを襲った2体の鳩となります。で、未覚醒鳩っていうのは、生まれてから、覚醒するものですね。時間を経て。それが、リュウコちゃんとか、イクコなんですけども、リュウコちゃんは途中でそれを覚醒しましたね。で、顔が、すべて、イクコちゃん、すべてユリとかと一緒の顔なんですよ。で、そもそもその顔は誰が顔なのかと言いますと、お母さんなんですよ。三上修とかのね。
水難事故で亡くなったお母さん、はい、それを元に作り出し、母体が作り出したものが鳩なんです。だから皆さん一緒の顔なんです。三上柊のお母さんと一緒の顔なんですよね。はい。だからやっぱりお父さんびっくりしてましたよね。奥さんとそっくりの顔してたんで。はい。そういうことです。はい。で、未覚醒の鳩だったんですけども、田川龍子ちゃんは覚醒し、使命を思い出し、そしてユリが来て、言ってましたよ。鳩は全部毎回飛ばしたけど、一人も帰ってこなかったっていうのは、やっぱりそこの出した時に、それぞれの世界、それぞれの生活で、そこに残りたいと思ったのかな。多分人魚姫のお話と一緒で。だけど、戻るには大事なものを殺さなきゃいけなかったりとか、いろいろあったと思うんですけども、ユリも戻ってこない鳩を始末しに行ったという感じでございます。まあ、ちょっと間違いもあるかもしれませんけど、下の方で文章で書いてると思いますね。あれ、そうさ、ちょこちょこやってんのはね、見つかんないんですよ。どこ行ったの？田川龍子の、やつね。うん、まあ、いいですわ。で、あともう一つ、五木守の、中学生だったかな、小学生ぐらい、中学生か高校生ぐらいの時のその友達の女の子、自殺未遂しちゃった女の子も、もしかしたら鳩の因子を植え付けられてた未覚醒の鳩だったのかもしれません。はい。というわけで、全然ちょっと見つけられませんでしたけど、あれね。あれどこ行ったんやろ？どこ行ったんやろ？あれ？ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。田川龍子、あ、これですよ。これですね。これ半分の写真はこれとなります。はい。ちょっとまあ長々なってうまく説明できてなかったと思いますが、詳しくは下に書いてた文章でご確認ください。というわけで、ポテモス協会でした。次回は永井頼人の方のエンディングと安倍さんのエンディングを見て、次回が最終回になると思います。というわけで、ポテモス協会でした。ご視聴ありがとうございました。